対岸まで77メートル、カモまで65メートルっていうところかな。外れた。やっちゃいましたね。2月、カモ漁に出かけましたが、なかなかカモがいません。もう漁期も終わりが近づいてですね、なかなかカモに会えません。なんでですね、今からね、カモが毎回いるんですけど、ロングレンジになる、そんな池に行ってみたいと思います。ここね、大体外すんですよ。でももうここに行かないと。正面にね、1羽だけマガモがいるんですよ。そのマガモでね、距離が150メートルです。対岸までね。だいたい外しますね。当たったらマグレ。まあね、この距離どのぐらいのドロップか覚えてもないので、今携帯でチアガンプロ使って調べたんですけど、渋いですけど、どうしようでしょう。このマガモですね、こいつだったらマグレもいいと思う。さあ行きましょう。全然手前でしたね。あらまあ、気を取り直して他の池を回っていきましょう。今この池の向こうの対岸のところ、このブッシュを越えた先にですね、マガモがいます。ようやく100メートル以内にカモを見つけました。距離は勘ですね。貴重なチャンスです。大事に行きたいところですが、そのままね、この横にスライドして打っていきます。じゃあ、早く動くと飛んでしまいます。ゆっくり、警戒をさせないスピードで狙撃ポジションを取っていきましょう。もう一度レンジファインダーで距離を測っておきましょう。対岸までは70メートル。
おそらくカモまでは60メートルか65メートルでしょうか。60メートルでしょうね。場所を移動しています。いや、70メートル。ここですね。止めました。はい、回収できました。はい、取れましたね。ヘッドショットですね、うん、うわー、すごい。狙いから数ミリもずれてない。初めてこんなこと。ものすごく狙い通りに行きましたね。マガモです、無事回収できました。はい、ということで今回収したカモをさばき終わりました。で、今回はね、カモ漁はこれで終わりです。なかなかね、漁期の最後ら辺になってきたからなのか、カモに出会えなくてですね。で、まあ、今日はマガモもこうやって取れたことだし、一旦キリがいいということで、ここでね、終わりにしたいと思います。だけどね、明日もカモ漁には行くつもりなので、カモの動画はね、まだまだこう上がっていくと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。